さあ攻守方向変わりまして第2クォーターに入ります。九州産業大学自陣32ヤードからフォースダウン4。さあフォーメーションは同じくプレーを展開しようとする体型を取っています。フォースダウンギャンブル、これを宮崎大学が対応しましてノーゲイン。九州産業大学はここで1人だけ動かしていいバックスの選手にモーションをさせ、右オープンへのスリープレーを展開しようとしました。しかしこれを九州、宮崎大学見事に対応しまして4回目の攻撃失敗としました。これにより攻守交代となります。攻撃権変わりまして今度は宮崎大学の攻撃に変わります。九州産業大学ワイドレシーバー11番の田中、ボール託されましたがしかし突破はなりませんでした。1回生しかし見事に果敢にプレーを敢行しました。しかし攻撃権変わります。今度は九州産業、宮崎大学の攻撃、ボールオンは自陣30ヤードからファーストアウト。ここでホイッスルが鳴っています。先ほど宮崎大学はランニングバックにパスを投じようとしましたがこのパスが弾かれパス不成功となりました。攻撃権1つ失いセカンドダウンに変わります。宮崎大学相手陣30ヤードからセカンドダウン10。のフルバックにボールを持たせダイブプレー、キャリア43番味方ブロッカー生かして約5ヤードのゲインとしています。宮崎大学ランニングバック43番は藤原、南宮高校出身の2回生です。宮崎大学相手陣25ヤードからサードダウン5。これは九州産業大学ナイスディフェンス。宮崎大学中央突破を図りましたがこれを九州産業大学ディフェンス陣が殺到しましてこのランプレーノーゲインと変えました。フォースダウンと変わります。宮崎大学フォースダウン5。宮崎大学をフォースダウンギャンブルに挑みます。プレー選択、宮崎大学フォースダウンギャンブル。九州産業大学ナイスディフェンス。ここでランニングバックに託して右オープン展開を図りましたが九州産業大学ディフェンス陣53番がタックルしましてこのランプレーを阻止しました。攻撃権更新ならず攻守交代となります。ターンオーバー、見事攻撃権を奪うことに成功しました。九州産業大学53番は岩崎、福岡工業高校出身の3回生。さあ攻守目まぐるしく移り変わっておりますが九州産業大学のファーストダウンとなります。ボールは自陣26ヤード。クォーターバック7番ショットガンフォーメーションから右オープンへのスイーププレー、その快速を生かし約7ヤードのゲインに変え、6ヤードのゲインに変えています。
九州産業大学セカンドダウン4、ボールオンは自陣32ヤード。パス成功。クォーターバック7番、ワイドレシーバー12番にパス。12番タックル受けながらキャッチアンドランで約2ヤードのゲインにしています。見事なキャッチを見せましたのは九州産業大学12番の玉井。1回生です。上フロンティア学院附属香川高校出身。九州産業大学サードダウン2、ボールオンは自陣34ヤード。ナイスキャッチ、ファースター。ここでクォーターバック7番、左サイドライン際へのロングパス、これをバイトレシーバー26番競り合いながら見事にキャッチしまして攻撃権更新です。九州産業大学ファースター。素晴らしいキャッチをしましたのはバイトレシーバー26番の今木入れ、神戸高校出身の3回生です。九州産業大学ファーストアウト。インターセプト。ターンオーバー。ここで再びクォーターバック7番パスプレーを実行しましたが、このパスを取ったのは宮崎大学44番。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。見事インターセプトしました宮崎大学の44番はラインバッカーの塩川、大村高校出身の3回生です。攻守交代しまして宮崎大学の攻撃。宮崎大学これにより相手陣38ヤードからの攻撃に入ります。宮崎大学ファーストアウト。さあここはランニング枠43番にボールを託しました。オプションプレーで右オープンを展開し約4ヤードのゲインとしています。何枠43番は藤原、南山高校出身の2回生。宮崎大学相手陣34ヤードからセカンドダウン6。不成功。ここでスペシャルプレーを敢行しました。一旦ランニングバックがボールを持つかに見せましたが、そこからランクォーターバックにトス。ここから QB がワイドレシーバー18番に81番にパスを投じましたが、これを81番キャッチできませんでした。パス不成功となりまして、ダウン1つ失いサードダウンと変わります。九州産業大学サードダウン6、ボールオン相手陣34ヤード。さあ中央へのランプレーで突破を図りました。託されましたのはランニング枠15番、しかしこれを九州産業大学止めまして、約3ヤードのロスで3ヤードで止めております。続きましてフォースドア、フォースドアの残り7番、何枠15番は桐谷、新宮高校出身の2回生です。ここでオフィスする。ここでクォーターの半分に達しましたのでウォーターブレイクが入ります。ただいまフィールドではウォーターブレイクが入っています。
第2クォーター残り5分を切りました状況で、その得点差は2タッチダウン14点となっています。さらにこの差を広げようと宮崎大学は現在攻勢に出ています。これを九州産業大学しのぐことができるでしょうか。さあ試合再開となります。宮崎大学相手陣32ヤードからフォースダウン3。さあフルバックに倒した中央のプレー抜けた、さらに行く、倒れない、ナイスラン、ファーストラン。フルバック43番ハンドフォーを託されダイブプレー、そこから左を組む展開、一気にゴール前に迫る見事なランプレーを決めました。何枠43番は藤原、南山高校出身の2回生です。さあ宮崎大学相手陣1ヤードに迫ってのファーストランというゴールに入ります。これは宮崎産業大学ナイスディフェンス、何枠15番に託し中央突破を図りました。宮崎大学のランプレーを見事に阻止しました。約1ヤードロス。しかし宮崎大学相手陣2ヤードからセカンドダウン2ゴールに入ります。選手を中央に集め、その裏をつくようにワイドレシーバー81番にパス、これを81番見事にキャッチしましてタッチダウン。宮崎大学6点獲得。タッチダウンパスを投じましたクォーターバック8番は桐谷、福岡高校出身の4回生、そして取りましたワイドレシーバー81番は島倉、津西高校出身の2回生です。そしてトライ4ポイントのキックも決まりまして1点追加、宮崎大学21点、九州産業大学0点。宮崎大学バックス、ここでタッチダウンを上げまして、さらに得点差を広げることに成功しました。その宮崎大学のキックオフで試合再開となります。キックオフキッカーは先ほどタッチダウンパスをキャッチしました81番の島倉が務めます。このキックは外へ出ました。イエローフラッグ反則となります。キックオフのボールは外へ出してはいけません。
この場合リターンチームは出た位置から5ヤード前進したところからの攻撃とするか、あるいは5ヤード下げて蹴り直させるか、あるいは30ヤードのバッタイとして自陣35ヤードのいずれかの攻撃権の選択をすることができますが、この判定を果たして九州産業大学どのようにするでしょうか。九州産業大学自陣35ヤードからの攻撃を選択しました。九州産業大学自陣35ヤードからファーストアウト。さあまずはクォーターバックのランプレーから入りました。クォーターバック7番ショットガンフォーメーションからキープレーを展開しようとしまして、ゲインは約2ヤードとなっています。何はキャリアしましたクォーターバック7番は上村、宇土高校出身の3回生。九州産業大学セカンドダウン8、ボールオン自陣37ヤード。パス不成功。クォーターバック7番、今度はミドルゾーンへのパス。ワイドレシーバー11番、競り合いながらキャッチ試みましたが、しかしパス不成功となっています。ダウン1つ失い、サードダウンと変わります。九州産業大学自陣37ヤードからサードダウン8。パス成功。失礼しました、パス不成功です。今度はクォーターバック7番、左に流れながらワイドレシーバー11番のパスでしたが、11番キャッチしましたが中で着地できず、パスは取ってその中で着地しなければパス成功とはなりません。よって攻撃権1つしないフォースダウンに変わります。九州産業大学フォースダウン8。フォーメーションはプレーを選択するフォーメーションを取っています。さあフォースダウンギャンブルに入った。しかしこのパスは不成功。攻撃権更新を図り、クォーターバック7番、ワイドレシーバー10番へパスを投じましたが、このパスわずかにショート、パス不成功という形になり攻守交代となります。ターンオーバー。攻撃権変わりまして宮崎大学の攻撃となります。ボールオンは相手陣37ヤードから宮崎大学ファーストダウン10。さあここでクォーターバックに入りました15番がそのままキープレー、中央突破しまして味方ブロッカー相手ディフェンスの隙間を縫うように約8ヤードのゲインを果たしています。キャリア15番は桐谷、新宮高校出身の2回生。宮崎大学相手陣28ヤードからセカンドダウン2。九州産業大学ナイスディフェンス。宮崎大学クォーターバック8番にキーププレーを図りましたが、これを読み宮崎九州産業大学74番が素晴らしいチャージを決めまして大きくロスとしました。74番は田中、延岡高校出身の3回生。
宮崎大学サードダウン12となります。ボールオンは相手陣39ヤード。パス成功、タッチダウン。ここでクォーターバック勝ちワン、ランプレーを展開すると見せてそこからパス。ノーマークになっていたワイドレシーバー81番そのままキャッチしてエンドゾーンに走り込んでタッチだ。宮崎大学6点獲得。見事タッチダウンパスを通しました。クォーターバック8番は桐谷、福岡高校出身の4回生。そしてこれを見事取りましたワイドレシーバー81番は島倉、津西高校出身の2回生です。そしてトライフォーポイント決まりまして1点追加、宮崎大学28点、九州産業大学0点となりました。さあ前半戦残り時間は39秒となっています。先ほどタッチダウンを挙げた宮崎大学のキックオフで試合再開となります。さあ九州産業大学リターンに入ります。ナイスリターン、リターンの10番このキックを右オープン疾走するように展開しまして自陣30ヤードを超えた位置まで前進しました。見事リターンをしました九州産業大学リターン10番はメリノ、上フロンティア大学附属香川高校出身の1回生です。さあこれで勢い取り戻すことができるでしょうか。九州産業大学自陣31ヤードからファーストアウンテン、パス成功。クォーターバック7番、ワイドレシーバー10番にパス、これを取りまして10番、約9ヤードのゲイン。外に出ましたのでここで一旦時計は止まっています。九州産業大学セカンドダウン残り1ヤード、前半残り時間は20秒。パス不成功、再びクォーターバック7番ワイドレシーバー10番のメリーノに向けてのパスを投じましたがこのパスは不成功です。パス失敗ですので時計は止まります。しかし攻撃権1つ失いましてサードダウンと変わります。九州産業大学サードダウン残り1ヤード、ボールオンは自陣40ヤード。インターセプト、ここで九州産業大学はディープゾーンへのロングパスを投じましたがこのパスを取りましたのは見計らったように構えておりました九州大学、失礼しました宮崎大学8番がインターセプトしまして攻守交代となります。ターンオーバー、インターセプトしましたのは宮崎大学の8番桐谷、福岡高校出身の4回生。攻守変わりまして宮崎大学の攻撃となります。ボールオン自陣44ヤードから宮崎大学ファーストアウンテン、
2ダウン時計を回します。あえて無理なプレーをせず、ここで膝をついてランプレーとして時計を回す選択としました。ここで前半終了となります。前半終了となりまして、宮崎大学28点、九州産業大学0点、宮崎大学4タッチダウンリードで前半戦終了となりました。